ジェレミー・リー・ウォザースプーンはカナダのスピードスケート選手。恵まれた長身とスピードスケートの歴史上最も優れたスプリンターの一人である。また極めて高い実力を持ちながらオリンピックを制することができなかった選手としても知られる。妹のダニエレ・ウォザースプーンもスピードスケート選手。カナダのサスカチュワン州フンボルトで生まれ、アルバータ州レッドニアで育った。 スケートを始めた当初、アイスホッケーの技術を磨くため、パワースケーティングの授業に申し込んだが、友人に誘われスピードスケートに熱中するようになった。はじめは、ショートトラック競技とロングトラック競技の両方に参加していた。その後、ロングトラックを専門にして、ジュニアランクを駆け上り、17歳の時にナショナルチームでのトレーニングを受けることになり、拠点をカルガリーに移した。 彼はすぐに頭角を表し、1997年に ISU ワールドカップスピードスケートで初優勝を遂げた。1998年の長野オリンピックでは、清水博康の最大のライバルとして注目されたが、男子500メートル競技の1回目7位と出遅れ、五輪優勝が絶望しされた。2回目では、なんとか2位に入り、総合で、 金メダルの清水に次いで銀メダルを獲得し、トップレベルの実力に達したことが証明される。しかし冬季オリンピックのメダル獲得は、これが唯一であった。以降、彼は短距離種目を支配し、500メートルと1000メートルで世界記録を保持した。ソルトレークシティオリンピックまでに、ワールドカップでは500メートルで3回、1000メートルで4回の総合優勝を果たした。 2002年のソルトレークシティオリンピックでは、金メダルの大本命として期待されたが、男子500メートル競技の1回目のスタートからわずか8歩目で、大きくバランスを崩して、転倒、危険により一瞬にして、メダルを逃してしまった。1000メートルでも300メートル付近でバランスを崩して、失速し13位でに終わった。2006年のトリノオリンピックでは500メートル9位。 1000メートル11位に終わった。2008年11月、W ハイベルリン大会で転倒し、防御マットに激突。左上腕を骨折した。その後、リハビリを経て2009年12月に復帰した。2010年バンクーバーオリンピックは、地元の大声援を受けながらも、世界記録保持者として臨んだ500メートルは9位、1000メートルも14位に止まった。 2010年シーズン限りで現役を引退した。通算でワールドカップ優勝67回、総合優勝は13回。世界記録はスプリント複合も合わせた3種目で16回、更新した。その後はドイツで更新の指導に当たっていたが、2013年6月に現役復帰を表明し、ソチ五輪でのメダル獲得を目指した。2013年12月に、 カナダ代表選考競技会の500メートルのレースに出場したが、6位に終わり、ソチ五輪への出場は果たせなかった。2013年3月現在の世界記録、三上隆道、これだけは知っておきたい、オリンピックの大常識、株式会社ポプラ社、2004年、74ページ、ISBN4 から591081354。59 スピードスケーティングバイグロフィスダニエル・ワザースプーン国際スケート連盟オザースプーン現役復帰へスケート世界記録保持者朝日新聞デジタル2013年6月11日ジェレミー・ワザースプーン S オリンピックビットテイクスヒットアットスピードスケーティングトライアルズ CBC ニュース2013年12月29日2014年2月11日閲覧 2008年1月ハーマルでのワールドカップにて、ありがとうございます。